安心して。野外作業は僕の得意分野なんだ。抜け出せた。どれだけの時間を無駄にしたことか。22分。テッドのターゲットも地下にいる容疑者 R だよ。あいつには絶対渡さない。この先は地下の入り口よ。早く。どうしてここにも怪物がいるの？アイも倒れたってこと？いいえ、違います。地下から来たのです。隔離エリアの患者たちが。共同病の感染者、それにあの子も、これ以上刺激を受けると大変なことになります。地下室地下？まさか、テッドとあいつが地下に共同病を広めたの？そろそろ体を動かさねえとな。本当に行くのか？悪く思うなよ。この人に近づいてはいけません。俺こそが軍団だ。解き放つのです、あなたの力を。悪く思うなよ。この人に近づいてはいけません。私の番よ。門を閉じて、塞いで。やることは分かってる。私に指図しないで。この下に別の出口があるの？ないです。危険な共同病患者を隔離するためにハンさんがそうしたのです。普段は問題がありませんでした。でも今一体何が起きたのでしょうか。あの患者さんたちはずっと隔離エリアで休んでいたのに、どうして急に。怖いです、ハンさん。はい、
イン先生、私怖いです。ごめんなさい。分かっています。考えちゃダメ、考えちゃ。テッド、知らないです。でも面識のないマフィアの一人が監視を射殺して隔離扉を開いて下に降りたのを見ました。それはどれくらい前のこと？覚えていません。でもきっとまだ中にいます。出たのは今まで怪物だけでした。テッドがまだ下にいる。局長、まだ間に合う。下で何が起きたのですか？アンさんに何かあったんですか？何人もの医師が助けに行きましたけど、彼らは大丈夫でしょうか？あの子も心配です。状態がかなり不安定なんです。あのコンビクトは？余計なことを言わないで。安心して、悲願のお嬢ちゃん。あんたらの看護師長はコンビクトだから強い。あんな怪物に負けるわけがない。それに、あたしらの局長も間抜けだけど、肝心な時はちゃんと頼りになるから。安心して任せよ。あんたの同僚も患者も、無事に帰ってこられるって。はい。あなたたちが戻るまで、上の患者さんは私に任せてください。これ以上傷つけられないように頑張ります。アンさん、悲願の皆さん、患者さんをお願いします。次は何をすればいいですか？